皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好昭久です。今日もリビングライフのテキストを用いてご一緒に御言葉を分かち合ってまいりましょう。本日は5月10日の日曜日、聖書の箇所は申命記16章1節から12節。タイトルは救いの日を記念し祝福を喜び楽しみましょうです。私たちがよみがえのイエス様をお祝いするときに、私たちの人生の中にイエス様が共にいてくださる、その素晴らしいご臨在に生きることができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。申命記16章1節から12節。アビブの月を守り、あなたの神主の過ぎ越しを祝いなさい。アビブの月にあなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを導き出されたからである。主が皆を住まわせるために選ばれる場所で、あなたの神主に過ぎ越しの生贄として羊と牛をほふりなさい。そこでは種入りのパンを食べてはならない。7日間種なしパン、苦しみのパンを食べなさい。あなたはエジプトの地から急いで出てきたからである。それはあなたがエジプトの地から出てきた日を一生の間覚えているためである。7日間はパン種があなたの土地のどこにも見当たらないようにしなければならない。また最初の日の夕方に生贄としてほふったその肉を朝まで残しておいてはならない。過ぎ越しの生贄をほふることができるのは、あなたの神主が与えてくださるあなたの町囲みのどこでもよいのではない。ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ばれるその場所で、夕方日の沈む頃、あなたがエジプトから出た時刻に過ぎ越しの生贄をほふらなければならない。そしてあなたの神主が選ばれるその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻りなさい。6日間種なしパンを食べなければならない。7日目にはあなたの神主への清めの集会がある。仕事をしてはならない。また7週間を数えなければならない。釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。そしてあなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主の祝福に応じて進んで捧げる捧げ物をあなたの手によって豊かに捧げなさい。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みの中にいるレビ人、あなた方のうちの寄留者孤児やもめと共にあなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい。コロナウイルスが広がって多くの教会でインターネットで礼拝をする、実際のこの集会に集まることができなくなって、そしてインターネットを通してメッセージを聞いたり、また礼拝そのものをライブで中継したり、いろんな方法でこの礼拝が捧げられるようになってしばらく経っていると思うんですけど、もしかしたらこの番組をやっている時にはもう収束しているかもしれないですけれども、しかし、私たちがこの日曜日の礼拝を捧げるということが一体どういう意味があるのかということをもう一度この考えさせられる、そういう機会になったんではないかなと思わされるわけです。そして教会とは何かということもまた同時に
考えるような、そういう機会にもなったんではないかな、そのように思わされるわけなんですけれども、今日のテキストのこの新命記の16章の1節から12節を見ますと、まさに私たちにそのことについて教えてくれる、そのような内容になっているんではないかなと思われるわけです。2節のところに、主が皆を住まわせるために選ばれる場所で、あなたの神主に杉越の生贄として羊と牛をほふりなさいとあります。で、この杉越の祭りというものをこのイスラエルの民は、しまして、そして自分たちがかつてエジプトの奴隷だった時に、その、子羊をほふって、そしてその血がですね、この彼らの鴨居に塗られる。そしてその時に神の怒りが杉越して、そして彼らがエジプトを脱出するという、そういう出来事があったわけなんですけれども、その神様の素晴らしい御業、そのエジプトの奴隷状態から解放されるという素晴らしい御業を覚えるために、この杉越の祭りをしなさいと、このようにこの命じられるわけです。で、約束の地に行った時にですね、これ彼らはこのエジプトの時に奴隷だったことを覚え、これらのことを守り行うように、今日のテキストの一番最後12節のところにも、あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさいと書いてあります。で、ですからですね、私たちもかつて罪と死の奴隷であったこと、そしてイエス様の十字架の恵みがなければ本当に罪の中に死んでいたこと、そういったことをこの覚えて、そして生きるということがこの非常に重要なんですけれども、ここでですね、この新命記の16章のこの2節1節からですけれども、杉越の祭り、そして3節には、今度はですね、そこで種入りのパンを食べてはならない、7日間種なしパン、苦しみのパンを食べなさい、あなたはエジプトの地から急いで出てきたからである、それはあなたがエジプトの地から出てきた日を一生の間覚えているためであるとあります。つまりですね、ここでこの杉越の子羊がほふられ、そして種なしパンを食べる、種なしパンというのは膨らまないパンですよね。急いでエジプトから出てきたので、この膨らませている時間がなかった、そのことを覚えるために、急いで出てきた、神様のもう本当にその急なこの導きによって出てきた、そのことをですね、この緊急性というか、そういったことを表しているって言われるわけなんですけれども、同時にですね、私たちはここでは、自分を膨らませるような余裕はない。つまり新約聖書に行きますとですね、この種なしパンに気をつけなさいって、立法主義のことをイエス様はおっしゃっているわけなんですよね。で、つまり私たちがこの杉越の子羊、それと種なしパン言ったらですね、もちろんもうピンとくるのは生産式ということになるわけなんですけれども、私たちがよみがえのイエス様をこのお祝いして、そして日曜日ごとにこの礼拝を下げているのはですね、インターネットで礼拝を下げて悪いってことはないんですけれども、ただなんていうか、今日は礼拝を下げてよかったなっていう、そういうことでですね終わるもんではなくて、このイエス様が実は生産式で象徴的に表されているように、私たち神の民の真ん中にご臨在くださって、そして私たちのもう日曜日だけじゃなくて、むしろですね、終日も教会としてですね、私たちは目に見えないかもしれないけれども、イエス様がご臨在してくださって、いつもこの十字架の恵み、かつて罪と死の奴隷だったことを思い出しなさい、そのことをですね、いつも私たちに覚えることができるように、イエス様はこの十字架にかかる前にこの杉越の食事をとって、そしてこの弟子たちに、私を覚えるためにこれを行いなさいとやったわけです。で、つまりですね、私たちはここで、杉越の祭りと書いているもの、そして種なしパンを食べない、でこのことによってですね、私たちは、主がご自分のみんなを住まわせるために選ばれたその場所でそれを取りなさいと、言ったらですね、生産式やるごとに私たちはですね、イエス様がこの教会の真ん中で教会の頭であって、そしてイエス様がいつもですね、この十字架を覚えるために私たちを招いてくださってるんだと、こう覚え続けるわけです。多くの教会はですね、この生産式っていうのは日曜日の礼拝の中とかですね、続けてやったりしますけれども、別にそういう必要ないわけですよね。家でパンを先って聖書に書いてますから、みんなが集まってきてですね、そして罪を言い表して、そしてパンを裂いて、そしてブドウ酒を飲む、そういういつもこの教会の人たちが集まった時に覚えることは何かって言ったら、ああ俺たちはかつては罪人だったよなっていつもかつては罪と死の奴隷だったよなって、ちょうどイスラエルの人たちがエジプトで奴隷だった時みたいにそうだったよなと、でも今は本当に許されて、パンを膨らませてる暇ない、この自分は自分の行いとか、いろんな宗教活動とか教会行ったらですね、いろんなありますよ本当にね、
そんなものでですね、自分を膨らませてるような余裕はない。ただ罪許された喜びに、ただイエス様の十字架によって罪と死の奴隷から解放されたんだということを覚えるために、その教会、いわゆるクリスチャンの交わりというものはあるんだということです。ですからですね、まあ私たちがこのね、いろんなプログラムできなくなりましたよね、コロナでね。そしていろんな活動できなくなりましたよね。そのもう家で集まるったって、2、3人とかしか集まれない、10人以下でやってくださいって言われてるわけですからね。そういう時に集まって何しますかって言ったらですね、まず第一番目に本当にイエス様が生きておられる。私たちが日曜日ごとに礼拝する復活されたイエス様は、私たちの交わりの中に2人または3人の者が私の名によって集うところに私も共におられるとイエス様約束してくださった、このイエス様がいる。そしたらみんなでですね、そのことを覚えようじゃないか、まあ、具体的にパンを食べたりブドウ酒を飲むか別としてですね、冬越しの食事なんか用意するかどうか別としても、イエス様がご臨在されている。ってだからですね、夕方日の沈む頃、あなたがエジプトから出てきた時刻に杉越の生贄をほふらなければならない。そしてあなたの神主が選ばれるその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻りなさいとあるようにですね、特別なクリスチャンが集まってくる時には、それはイエス様がそこにいるんだから、それは特別な場所であり、特別な時間であり、なんか知らないけどですね、このもういろんな、普段だったら教会忙しくていろんなことやらなくちゃいけなかったのが、もうやる必要ないんだから、何のために集まりますかって言ったらですね、酔っ払うためでもない、パウロが言ってますよね、なんか本当に我先に行ってやるじゃでもない、主の恵みを覚えるためだって言うんですよ。そしてですね、ここで同時にですね、この9節からは7週間を数えなければならないって書いてあるわけですよね。釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。そしてあなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主の祝福に応じて進んで捧げる捧げ物をあなたの手によって豊かに捧げなさいとあります。でこれはですね、私たちの日常生活ですよ。そして日常生活の中で主が共におられる、教会の交わりの中にも共におられるけれども、しかし同時に私たちの仕事、私たちの家庭、私たちの日常生活の中にいつも主が共におられるっていうことを覚えなさいって言ってんですよ。ですからですね、私たちはいろんな記念日ありますよね結婚記念日とか誕生日とかいろいろあるじゃないですか。でその時に私たちは何を覚えるかって言ったらですね、主がいつも共におられるんだっていうことを感謝するってことですよ。そしてそれだけじゃなくてですね、私たちは日常的にもちろんイエス様のお名前でお祈りし、主の祈りを唱え、そして唱えるっていうかですね、主の祈りによって御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われるように祈ってるわけです。復活されたイエス様はクリスチャンの交わりの中にいる、聖餐式が表している、それだけじゃなくて、私たちがクリスチャンでない人たちと暮らす普段の生活でもですね、イエス様は共にいるんだって、いつも一緒にいるんだ。だから11節に、あなたはあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みの中にいるレビ人、あなた方のうちの起立者孤児ヤマメとともに、あなたの神主の前で、あなたの神主の皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさいとあります。私の日常生活、そこで主が共にいることを喜び楽しみなさいって言うんですよ。まあ、苦しみがいっぱいあるかもしれないけれども、悲しみもいっぱいあるかもしれないけれども、でも何よりも私たちはもう奴隷じゃないんですよ。罪許されて、そしてイエスの御名によって祈ることができる存在になっているんですよ。だからイエス様は十字架に帰る前に、あなた方は今まで私の名によって何も求めたことがない、これからは私の名によって求めなさい、それはあなた方の中に喜びが満ち満ちたものになるためですと言ってるんですよ。この7週間の祭り、私たちは7って完全数なんですよね。そして7日かける7だから49ですよね。ペンテコステの時に聖霊が待ち望んでた人たちは何を思ってたかってことですよ。弟子たちは聖霊が下るのを待ち望んだ時に、イエス様が地上であの3年半の間で行った奇跡、イエス様が教えた教え、神の国の教え、そういったイエス様は素晴らしかったということを思い起こしたと思うんですよ。そして聖霊が下った時に、そのイエス様が実は私たちの日常生活の中に生きておられるんだ、復活されたイエス様は生きておられるんだ、蘇りのイエス様をお祝いしたら私たちの日常生活の中にこの方は生きておられるんだ、だからイエスの御名によって祈り、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われるように、もう奴隷じゃない、私たちは罪と死の奴隷から解放されて、クリスチャンの集まり教会では
クリスチャンの集まり、兄弟姉妹の交わりでは聖餐式を表すようにですね、イエス様が共におられ、そして日常生活では私たちの祈りがイエス様が共におられることを明かしている。ですから私たちは大喜びの人生、神の民であり神の国を生きる者として、主がいつも私たちを導いてくださっている、その人生を生きることができるんです。いかがでしょうか。イエス様は、私たちが日曜日にお祝いする復活のイエス様は今どこにいるでしょうか。イエス様は私たちの日常生活の中で、クリスチャンが集まるときに2人または3人の者が私の名に集うところに私も共にいる。そして同時に私たちの日常生活の中で、私の仕事や家庭や、もう24時間365日イエス様はいつも共におられる。そのイエス様がおられるので、私たちはいつも奴隷から解放された、その喜びに満ち溢れて生きることができるんです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、聖餐式ごとに私たちはイエス様が私たちの真ん中におられ、私たちの罪を許すために十字架に死んでくださった方がいつも私と共におられる。自分を膨らませる余裕なんかない、そのことを思います。そして同時に、私たちの日常生活の中に私たちのイエス様が共におられる。だからイエス様のお名前でお祈りして、そしていつでもどこでもどんな時でもイエス様が共におられる、その人生を今日も生きることができる。感謝します。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。